火の塔と、というお話。ブレーキ車の塔とは、からしか、どこを見ても、機関車や客車は堂々と、前向きに走っている。彼らは自信にあふれ、気持ちよさそうだ。ある日彼らは、大西武鉄道のオリバーに、話すことにした。オリバーさん、僕はいつも後ろ向きで走っているけど、前向きの考えを持っています。いいリーダーになれると思うけど。ついてくる列車がなけりゃリーダーにはなれないぜ。お前には一台もないじゃないか。トードは悲しかったが、オリバーは励ました。君は役に立ってるよ。ブレーキをかけるのを助けてくれるし、丘を下るときは貨車をコントロールしてくれる。でもいつも僕は後ろ向きで景色を見てるだけでしょ。だから前向きに走ったらどんなにいいかと思って。それを聞いて貨車が怒り出した。生意気なやつだ。俺たちの面倒を見られるっていうのに、思い知らせてやろうぜ。ゴードンの丘に着いた時、貨車は計画を実行することにした。頂上に着いたところで、いたずらが始まった。よーい、スタート。彼らは声をかけると連結器をグイッと引っ張ってこなした。はっはっは、ゴードン、夢が叶ってよかったな。それ、リーダーについていけ。ゴードンはショック状態で、どうしていいか頭が回らない。頼みの車掌はほっぽり出された。急にトードは楽しくなってきた。でも楽しかったのはほんの一時。前方に踏切があるのに、トードは止まることができない。さらに悪いことに、線路を間違えてしまった。前方にゴードンがある。間一髪で信号士のポイントを切り替えた。行け行け、もっと速く走れ。馬車がなおも続ける。突然、長い列車を引いたジェームスが現れた。クマ、助けて、ぶつかっちゃうよ。あわや、というところで分岐線に逃げ込んだ。なんだ今のは。信号士が次の駅に知らせた。暴走車が向かってます。第一線に避難してよ。助けて。車止めが見えた。これで助かると。でもポイントが変わっていた。どうしよう、本線に戻っちゃったよ。その頃、オリバーは救助に向かっていた。何としてもトードを捕まえなくちゃ。トードはヘンリーの脇を通り抜けていった。さらに危険が迫っていた。しかし、橋の工事をしていた作業員は、トードと橋の暴走をすでに聞いていた。彼らは、トードを古い大気船に入れた。トードは一直線に泥沼に突っ込んだ。うえ、やっと止まった。はっはっは。オリバーが到着して、思わず吹き出した。はは、まるで引き返るだれ。泥沼にお似合いだよ。その晩、トードがオリバーに言った。本当にごめんなさい、あなたに恥をかかせてしまって。気にするなよ。ところで、前向きに走った気分はどうだい？面白かったです。でも、今楽しみにしていることは、早く後ろ向きで忙しく働くことです。このお話の出演はゴードン、ヘンリー、レンそしてオリバーでした。